そもそも米国が今回南方諸地域に対し新たに行動を起こすのやむを得ざるに至りましたのは、米英の防政を排除して大東亜諸地域を明朗なる本年の姿に復し、新たなる大建設を行わんとするに他ならないのであります。大東亜諸国の住民もまた帝国のこの真意を了解し、無益の抵抗を行うことなく、むしろ我らの同志として速やかに帝国の起とする大東亜共栄圏建設の制御に参加するに至らんことを切望してやまぬの次第であります。なお、この機会におきまして、私は開戦以来の国民の熱誠あふれる愛国の主張に対しまして、中心よりの感激を表明するものであります。東條首相について、東郷外務大臣は、アメリカ・イギリス両国政府の不誠意が今日の事態を将来した理由を説明し、アメリカ・イギリス屈服するまでは断じて矛を収めず、日独伊三国共同して世界新秩序を建設せんことを強調。さらに、加谷大蔵大臣は、我が経済界は極めて堅実、豊かなる南方資源を控えて揚々たる前途を望むに至ったと必勝の確信を開き、8日開戦以来の海軍作戦の状況につき対応説明いたします。申すまでもなく、この度の戦争こそは誠に帝国有史以来の重大事でありまして、帝国海軍はかねてより今日あるに備え、ひたすら頼むべき実力の充実連成に万全を期して参った次第でありますが、ここに賢きご招職を拝し立てまつり、将兵一同は真に報告後輩の重責を感じ、連軍ただ一死国に報ずるの決意をもって、人知人力の限りを尽くさんとする熱意に燃えておるのであります。今や広告の流体、講和の後輩かかってこの一戦にあり、我が国民たる者、建国2600年の高貴ある歴史と祖先の遺跡とに鑑み、敵の恐怖を恐れず、哲学を荒ぶらず、超一心決断とない、よく長期の関区に耐え、東亜異変の平和を確立し、もって大東亜戦争の目的を貫徹進んばれます。今後、東軍将兵卒の責務は、由意を持つ、この老苦ますます多かるべし。衆議院は、特に意義を持って、一海軍将兵卒の意向を感謝し、この有権を祈り、合わせて、中間時短、中央中心部人国の意義に対し、新人なる慶長の誠を表す、見に決定す。本決議案は、
まさに国民の熱性あふれる感激の総意を表したものでありまして、提案の理由は本文に明らかでありますから、特に趣旨弁明を要するものと存じます。よって直ちに採決いたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。起立総員。よって本案は全会一致可決いたします。南海の空に堂々の砲翼を連ね、密雲を廃してマレーの空をまっしぐら、コタバル、ペラントを目指す壮烈の爆撃砲。イギリスの宝庫、インド・ビルマとシンガポールを結ぶ敵の要衝ペラントは、小なりとはいえ、ジョージタウンの港を抱え、東亜侵略発祥の地として過去の栄華を誇っています。すなわち、我が陸の嵐は敵軍事施設目がけて矢継ぎ早に巨弾の雨を叩きつけました。続いて敵の大輸送船団を発見、瞬時にして6隻を撃沈。さらに向かうマレー東岸コタバルの敵空軍基地、遥かに見える滑走路、一条の白線のごとく鮮やかであります。敵飛行隊は我が嵐軍の急襲に狼狽なすところを知らず、浮き足立って一気の飛び立つものなし。間髪を入れぬ猛爆は滑走路右側の敵兵舎を格納庫ものともこっぱみじんに吹き飛ばしました。香港の前衛基地九龍へ、イギリスがシナ侵略の本拠を構えて100年、その夢を破って決然立った皇軍がハジャ牽制の軍を進める。海戦激闘は陸の精鋭諸部隊は迅速果敢に国境を突破。あまりの快速進撃に敵陣はもろくも崩壊、多数の捕虜を残して香港島へ逃走しました。戦いを交えることわずかに4日余り、我が軍は12月12日新温あたりを払う軍機を先頭にイギリス覆滅の第一陣九龍入城式を行いました。市街の治安は即座に回復、万民一国にしな民衆は蘇生の思いでしたい夜、香港の運命すでに定まる。あくまで武士道精神と温情に生きる皇軍は、その厳然たる異様に接して自ら案内役を申し出たイギリス夫人を伴って香港総督に報復韓国の軍師を立てました。しかも英軍顔名にして100万のしな住民の苦難を顧みず、我が韓国を廃す、今は許すべからず、すなわち陸海緊密なる共同のもとに敵前上陸が敢行されました。周辺の要塞を強襲、これを全く沈黙してしめています。今や敵船団すでには嵐陣の救追に、あるいは沈没し、あるいは格座し、敵として越えなし。
で燃え続けるガソリンタンクの姿、100年の繁栄を欲しいままにし、難攻不落を豪語する大要塞香港も、延々たる豪華に包まれ、陥落前夜の苦悶にあえいでいます。